これを食べると美白になります。今回は LINE のコメントにこのようなご相談をいただきました。ちょっと読んでみましょうね。先生、シミ、そばかすはどうしたら取れますか、というお悩みに対してお答えしていきたいと思います。で、このように普段あなたが、ダイエット法や健康法やそういった腸活法に何かご質問おありの方は、詳細欄に LINE のリンク貼っております。そちらまで、私の方に直接ご相談くださいね。では今回はこの方のお悩みにお答えしていきたいと思います。では早速本題に入ってまいりましょう。今回この動画では、そのシミ、そばかすの、種類、そして原因、解決策について3部構成でお伝えしてまいりますね。ではまずシミの種類です。でそもそもそのシミ、そばかすというのは、いろんな原因が重なって結果肌のターンオーバーがこううまくいかずに、メラニン色素がそこに蓄積してしまった結果、シミやそばかすとして、残ってしまうわけですね。でいろいろ実は種類があります。3つです。まず1つ目、老人性色素斑です。もうこのいかがですか、もう名前を聞いただけでなんかもう嫌じゃないですか。老人性なんて言われたらですね、もうほんとショックですよね。もっと見ていきましょう。形は特徴として円形です。そして年代的には40代以降から多く出ると言われています。で場所は頬骨だったり手の甲だったり腕や肩など、こう体全体に出るというこのシミですよね、が一番の老人性色素斑です。では2つ目です。乾斑ですね。これは左右対称に現れやすいシミです。で年代は30代後半から40代にかけて多く出てくると言われています。で場所はおでこであったり頬であったり、こう口周りであったり、こう左右対称にこうできるんですよね。では3つ目です。そばかすです。でそばかすは小さい子にも出ますよね。大体ね3歳ぐらいから出るって言われてるんですけども、これはシミというよりはこう遺伝的な要素が強いです。なので、小さくってこう鼻周りに出てるお子さんとかね、見かけると思うんですけども、そんなにその黒くなってひどくなるというよりは、年齢とともにこう目立たなくなってくるのが、そばかすと呼ばれるものになります。1、2、3番までシミ、そばかすというのが、いろんな種類、シミの種類になるんですね。ではなぜこういったシミができるのかという、まず原因を知らないといけませんよね。原因を知れば対策できるわけです。あと原因の方見ていきましょうね。いろいろありますけれども、主に今回は5つご紹介していきたいと思います。原因です。まずはもう基本中の基本ですね。1番紫外線です。そして2番の肌の乾燥。もうこの1番と2番はもういろんな肌トラブルに対して、もう本当基本のもう共通する原因ですから、例えば紫外線であれば、しっかりとその曇っている日でもですね、紫外線の種類っていろいろあるんですけれども、たとえ曇っててもお部屋の中でも浴びるという紫外線がありますから、そういった紫外線対策はもう365日1年間通してされる方がいいですよね。そして2番の肌の乾燥もそうです。お肌のトラブルは肌乾燥から始まりますから、もうとにかく保湿です。保湿をしてプラス紫外線を浴びないように工夫するだけでも、こういったシミやそばかすの進行を防ぐことができますし、肌のかさつきとか潤いですよね、ツヤとか張りとか、そういったのもとにかく1番と2番ここはもう対策がもう基本中の基本です。でプラス睡眠不足、これ実はすっごく関係しますよ。この睡眠不足になってしまいますと、その成長ホルモンが出にくくなってしまう、結果肌のターンオーバーですとか、その細胞の生まれ変わりですよね、そういったものができない、もうどんどん老化するわけです。怖いですよね。老化なんてもう本当にね、もう食い止めたいですよね。私たち女性であればもうなおさらです。なので質の良い睡眠をしっかりとることも基本ですよね。でプラスここで栄養不足も関係します。もうそうですよね。お肌はやっぱり食べたものでできてますから、しっかりとした栄養バランスをとりつつですね、ばっか食べではなくて、もういろんな種類のやはり食材をとるということが、一番シミやそばかすの対策にもつながります。
ありますよということです。そして実はここ5番、クレンジング不足です。しっかり例えばメイクする方であってもそうじゃない方も1日にこう出たこう皮脂というのを放っておくと酸化して顔がね黒ずんできたりとか、そのトーンが落ちたりとかですねなりますから、やっぱりそのしっかりと酸化した油は取るクレンジングはしっかりお肌のケアとしても今後されていただくと良いと思います。でもプラスですね、やっぱりもうここで私は声を大にしてお伝えしますけれども、腸活です。あなたの腸が元気ではないとお肌にももう非常に影響が出ますので、もうぜひぜひ腸内環境を良くするための私が日頃お伝えしていることをあなたもぜひぜひ私とご一緒に取り組んでくださいね。でいっぱいですね、このシミそばかす対策もいっぱい世の中にはあるんですけれども、結局この原因を断たないと根本的には良くなりませんよということは今お分かりいただけたと思うんですね。ただこういったのがこうまんべんなくできない方っていうのは、体の外からではなくて今回解決策としてあなたにお伝えしますのは、これを食べたら美白になれますというスペシャルな食材とそれを使ったレシピ、今から最後にあなたにご紹介してまいりますので、しっかりチェックしてください。もうとにかく解決策、まあ、この原因を断つっていうのが解決策なんですが、ここでは体のね内側からです、中から美白できるという食べ物がねあるんですね。クコの実ってご存知ですか？あの赤いこの小さな実ですけれども、よくまあ、中華料理にねスープにこうトッピングしてあったりですとか、あの杏仁豆腐のこう白いデザートの上にこうちょこんと乗ってる赤い実がありますよね。あれがクコの実です。でクコの実だけ単品で売っておりますので、まあ、お店でご購入できますし、私はですね別動画でご紹介しましたロカボ食品のおやつのコーナーでカルディさんで買えるロカボの低糖質ナッツというのをご紹介してるんですけれども、その中の一つにクコの実が入った美容の低糖質ナッツというのをねご紹介してるんですけれども、中にはナッツ3種類とかぼちゃの種、パンプキシシードですね、パンプキシシードとこのクコの実がね入ってるので、私はおやつにそのクコの実をそのままドライフルーツとして気軽に食べて、まあ、美肌ケアをね美白ケアをしてるんですけれども、まあ、そういった形で簡単に手に入りますし、気軽に何かその料理しないと食べれないっていうものじゃありませんから、そのままこうパクパクとドライフルーツですのでね食べて召し上がっていただいても丸です。でプラスリンゴやトマトにも食べる美白効果がありますから、ぜひぜひこういった要は赤い色をした食べ物ですね、こういったのを召し上がっていただくと、あなたはその蓄積しまったメラニン色素をこう除去する力をですね持ってますので、食べる美白食材ということで覚えておいていただきたいと思います。じゃあ実際この食材を使った簡単な美白のレシピを最後あなたにご紹介して終わりたいと思います。まず材料です。美白スムージーです。これ私が作った名前なんですけれども、あなたにも私が普段飲んでるこの美白スムージーをシェアしていきたいと思います。材料です。2人分です。まずトマトですね、2個です。あと皮付きのままのリンゴ、できれば無農薬にしてください。で無農薬のリンゴがどうかわからないという方は50度のお湯でしっかり洗っていただくと農薬が取れやすいし、また鮮度もよみがえりますから、ぜひぜひおすすめです。で何もリンゴに限らずですね、トマトもレモンの皮も全部50度で洗っていただくと本当にね食材よみがえりますから、ぜひ50度洗いも試してみてください。でこの時はですね、リンゴは2分の1個です。そしてレモン果汁が大さじ1で、このレモン果汁も本当天然のレモンを絞っていただくのが一番なんですが、そのレモンが手に入らなかったという方はですね、瓶詰めタイプのレモン果汁でも OK です。ただこれも結構ね添加物がね残念ながら入っているレモン果汁多いです。レモン果汁プラス香料とかですねではなくって、もうレモン果汁 100% で、私が今お気に入りのレモン果汁はイオンのトップバリューさんのブランドで、イタリアのですねシチリア産レモンの有機栽培のレモン果汁 100% っていうのをよく使います。すごくね便利ですし美味しいですし安心安全なので、あなたももしお近くにありましたらご購入されてみてはいかがかなと思います。でまた最後クコの実ですね、これも適量でいいです。大量に使うものではありませんので、スムージー
を作る時にその混ぜてミキサーにかけてもいいんですし、あの後からトッピングでもね可愛いかなと思いますね。あの映えますからね。ぜひあのどちらでも OK です。以上の材料をミキサーに入れてもうあの混ぜるだけ、出来上がりですね。で、できればですね、トマトやリンゴはまあ常温ですね。あまり冷たいのを飲んでしまわれると腸内環境が悪化してしまうんですよね。冷やしてしまうと腸が元気に動きませんから、あまりその冷たいものを使わずに作っていただきたいなと思います。さあ、いかがだったでしょうか。先生、シミそばかすなんとかしたいっていうね、 あなたのお悩みに今回はお答えさせていただきました。お役に立てましたらもうとっても嬉しいです。このチャンネルではこのような様々な健康法、ダイエット法、腸活法をあなたにお伝えすることで、あなたがですね、その長期的にリバウンドせず健康的で綺麗に痩せるを応援しているんです。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただきまして、どんどんご参加くださいね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。